東京ゲームショー2022、サンソフトブースへやってまいりました。すごい昭和レトロな雰囲気ですよね。で、これがファミコンのカセットというわけですかね。いや、そこは違いますよね。リアルはこれになります。こういうアイテムを使ってゲームされた方もたくさんいるんじゃないでしょうか。ちょっと私今すごく新鮮に思います。これがブラウン管のテレビですよね。なんかこうレトロゲームを映すと可愛いというか、なんかヴィンテージですごくなんだろう、おしゃれな感じがすごくしますね。今回サンソフトの推しはこちらの一騎団結となっております。あの一騎です。あの元祖クソゲーと言われている一騎の最新作となります。実は私、あのオリジナルが発売された頃はまだこの世にいなかったんですけれども、今回レポートさせていただきます。ファミコン風のドット絵で初代の雰囲気がよく出てるんですけれども、こうレトロ なんでしょう、デザインをしつつ、今時の要素があるっていうのがこちらのタイトルになっております。まずはなんとローグライクのゲームシステムであるのにもかかわらずですね、最大16人のオンライン協力プレイができます。ワイワイプレイできて盛り上がりそうですよね。ちなみに初代はなんですけれども、一機は1人や2人でするものではないといじられていたそうなんですけれども、16人ならいいのでしょうか。まあ、それはさておきですよね。敵がめっちゃ出てきますね。でこう武器も強くてガシガシやっつけています。すごくこれって今風ですよね。しかも16人でやるわけですから、これは楽しそうですね。早く遊んでみたいです。じゃあ一機の、新作が出ると聞きましてですね、ゲームウォッチの40代とか50代のあの編集部がすっごい盛り上がっているんですけれども、はい、実際 その一般の人たちの反響っていかがですか？そうですね、この一機を発表する前にあのサンソフトイズバックっていう、はい、これからサンソフトゲーム作っていきますっていう動画も、配信させていただいたんですけど、はい、そっちも反響もすごくて、なんか一回ツイッターのトレンドに上がるぐらい、サンソフトのトレンドに上がるぐらい反響があって、やっぱそのサンソフトっていうブランド、一機っていうそのゲームっていうのがファミコン世代も含めてすごく認知度がすごく高いっていうのを、まあ、実感させていただきました。ありがとうございます。で、今回の最新作一機団結は、どんな狙いで作られたんですか？はい、最近のオンラインゲームはやっぱりその、はい、若い方が遊ぶようなすごく難しいゲームが多いんですけど、今回の一気団結はそうじゃなくて、はいはい、もっと手軽に遊べて楽しく終われるっていうオンラインゲームを目指して作りました。なるほどなるほど。最近、こういうドット絵で 2D でこう敵がわらわら出てくるゲームっていうのがいくつも見かけて、なんか流行ってるなと思ってるんですけれども、今回のこの一気団結っていうのは楽しさっていうのはどこに なってくるんですか？はい、一気団結ではですね、オンラインマルチプレイのゲームということもありますので、オンラインで、複数人で遊ぶというところに、重きを置くというところをしたくてですね、はい、RPG のようなマルチプレイの要素、ロールプレイの要素っていうのを深く掘り下げていって、マップ探索などの要素も、より楽しめるようなゲームにしていきたいと思っております。ありがとうございました。発売日楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ツイッターでフォローしていただいて、こちらガラポンの抽選をしていただくと、あの当時のレアなアイテムが当たります。ぜひサンソフトのブースにご来場ください。よろしくお願いします。